去年の記録的大雨で3人が亡くなった佐賀県唐津市で、今日慰霊祭が行われました。黙とう。黙とう。今日午前、唐津市浜玉町では慰霊祭が行われ、土石流で亡くなった人の遺族などおよそ100人が参列しました。去年7月、九州北部を襲った記録的な大雨では、唐津市浜玉町で土石流が発生し、70代の男女2人と50代の男性1人の合わせて3人が犠牲となりました。今日の慰霊祭で山口知事は、日頃の災害への予防と災害時の迅速な対応など、これからも全力で取り組んでまいりますと述べました。被災地では1年経った現在も大きな岩や土砂が残されたままです。気象庁によりますと、福岡県と佐賀県では今夜から明日朝にかけて大雨となる恐れがあります。土砂災害、低い土地の浸水などに注意が必要です。